出番のピンポン、ピンポン、スパンで一緒に5年、日本やって、以来、はい、6年ぶり。ご参加します。紆余曲折ありました。で、なんかここで、僕も当時アナウンサーで辞めて、メインになって、で、黒沢さんもあの DJ としてここに、なんか不思議な感じが出てそうですね、流れ流れますね。当時だってヒップホップでしたよ、黒沢さん。そうですね、イメージがすごい。僕の友達とかもやっぱりヒップホップのアーティストが多かったりとか DJ がいたりラッパーがいたりとかあとよく屋さんがいたりとか、はい、まあ、とにかくストリートでこう生きてる人たちが多くて、でそうですね、その人たちから受けた刺激で、まあ、今こうやってマイク握ってるってのもあるんですけど、ちょうど本当にお会いした頃はヒップホップばっかり聴いてたと思うんですね。基本的にその残念選曲した曲ってやっぱヒップホップが多かったですもんね、うん、まあ、好きな曲っていうのは。あ、その時もかけてもらってます。そうそう、かけてもらってます。キングギドラとか多分でしたでした。で、具体的に言うとどういう感じでそあの今の音楽的なポジションに近づいていったんですか。言ったら本当すごい自然な流れなんですけど、まあ例えば小学校の時にブルーハーツを聴いて、なんかこう着火されたような気がして、心のなんていうんですかね、芯のところにこう火がついて、でそれがゆっくり燃えていく過程で、なんていうかあのロックがあったりとかメロコアみたいなのも聴いたりとかしながらヒップホップ聴くようになって、でやっぱりその時もレゲエは近くにはあったけど、そんなにこう意識してレゲエを聴くみたいな感じで聴いてなかったんで、例えば横浜にマイティクランがいるとか、りょうくん、りょうざスカイウォーカーズがいるとか、グリーマンがいるとかっていう、ね、ボーイケンがいるとかっていう、なんていうか、情報はあったけど、そんなに意識して聴くかはなかったですね、その時は。で、ヒップホップ聴いてて、で、なんとなく、まあ、マスターピースっていう、まあ、サウンドがあるんですけど、原宿に。そこの、まあ、マガチンとマガルドっていうのがいて、あ、マガチンっていうのがあって、ね、で、マガチンが、まあ、僕、言ったら、その人に知り合って、東京のストリートシーンとこう出会えたみたいな感じなんですけど、その人が、まあ、ヒップホップからレゲエ聴くようになって、サウンドやりだした頃に、俺も自然とレゲエを聴くようになってって感じで、で、なんか、境目がちゃんとない分、いつ始まったのか分かんないっていう分、まあ、重なってる部分とかもあるでしょ、自分にね、余計になんていうかこう自分にこう馴染んでるっていうか染み込んでるような感じはしますけどね。やっぱ自分でやっていくのはやっぱりこっちだっていうふうになんとなく思う。違う違う。そうですね、まあノーボーダーでっていうね、音楽に境目はないっていう思いはありますけどね、でもやっぱりレゲエのシーンでレゲエ DJ としてまあマイク握ってで各地の本当に全国にいろんなアーティストとかいろんなサウンドとか、まあ、サウンドマンって言われる人たちがいて、でその人たちが例えば北海道ならここ沖縄ならここみたいな感じで何年も長いことキープして、点がプロなんですよね、うん、でそこを温めてきてるんですよ。そこに年功を張って頑張ってきてる人たちがいっぱいいるんで、その人たちがいたから俺は今まあこうマイクに行って歌う場があるというか。だって沖縄にずっと行ってたんでしょ。そうなんです、昨日帰ってきて、ずっと行ってたの4日間かな。で、向こうでイベントとかで狙われたりとかして、結構全国、なんか資料とか見させていただくと1年間で100本ぐらいやってるんですよ。そうですね、100はちょっと載せてるかもしれないし、100はだって80ぐらいはそれ移動日とか考えたらほぼ毎日ですよ。無理じゃんっていう時もある。そうですよね、無理じゃんって移動は今まですごい移動ってどうなんですか。やってまた移動してもまた夜中にやる。そうですね、なんかどこに来てんだか分かんなくなってパッて目覚めた時にあれここ牛タンのどこだっけ、そうせんない、ここ優しいみたいな。熊本違うじゃん食べ物で覚えてます。あれ昨日牛タン。そうですね、飯はやっぱり楽しみの一個ですね。土地の人とのリンクと飯のリンクと温泉もあったら最高だ、ね、温泉好きですか。うん、あカーズの行政ですけど。そうなんですか、はい、入れないですか30分ぐらいでも好きですね。だから今日はそのマンジラインっていうねアーティストについてまだあまり知らない人も多いかもしれないですけど、はい、役のトップページにポンって出てるんで。そうなんですよね、扱ってもらって。だから多分ね役者としての側面しか知らない人も まだ多いと思うんで、
え、うまくやってんのってことで今初めて見てる人もいるかもしれないし、もちろんその後あのプロモーションビデオ見てもらうんですけど、はあ、もし、まあ、もちろんこう追っかけてる方もねいると思うし、だからあの素朴な疑問質問ですね、これがまたあのネットの面白いところなんですけど、テレビと違うのはあの画面の下のもちろん今生放送なんですけども、そうログインしてメッセージを送るすいません、ちょっと古いタイプのこうバラエティー版がなんでカニみたいな、いやサソリです、サソリか、メッセージを送っていただきたいと思います。もうどんどん来てるんで、ぶつけていこうと思いますよ。はい、おお、だからほら画面ね、すでにチュアピースさん、それどこのサングラスなんですか、これですか、気になってるね、これはレーバンですかね、最近そういうの面白いの、レーバン、レーバンダヨーン、それケントデリカット最近は多くよかった、ああそうなんですか、今日はちょっとレーバン、まあ、なんか気になることあったら何でも送ってください。それをね、あの、ま、なかなかたくさん見てるよだったりとか、アンドサンズだったりとか、マスターピースだったりとか、シュプリームだったりとか、まあ全部友達のブランドです。やっぱそういうのも自然にそういう風になってたっていうか。うん、そうですね。なんかいろんな服着て、古着とか着てた時もあるし、いろんな格好してきたんですけどね。B さん履いたり、エンジニアブーツ履いたり、スニーカー履いたりしてきたけど、結局なんか自分が今こうやって生活してる自分の、まあ、なんていうんですか、大好きな環境の中で洋服をやってる人がいたりとか、音楽をやってる人がいたりとかで、結局なんていうかな、誰か勝ち上がるんだったらファミリーで勝ち上がりたいし、一人だけとかそういうのなくて、が何だったらシーンで勝ち上がりたいし、そうならないとなんか僕が行きたいなと思ってる場所っていうのにはたどり着けないかなと思うし、なんか本当金じゃないしよく言うけど、今回まあ CD ある程度おかげさまで、ヤズミ様のおかげさまでっていうかと言ったらあれだけど、結構 CD の売れ行きがいいっつって、金が入ってくんじゃんとかって言われるんだけど、あんまりそこがなんていうかこう一体化してないっていうか、っていうよりはむしろ現場に行った時に前の方のお客さんが歌ってくれてるってことの方が、あ、そうですよね、俺にはリアリティがあるし、なんていうか CD を売るためにライブをしてると思ってたんですよ、ずっと、みんな、いろんなアーティストはライブ会場で必ず CD を売ってますからね、けど、なんていうかな、ライブをするために CD を出してるんだって、 CD を売るためにライブしてるわけじゃない、そこがなんか照れ込んだってたから、ちゃんと順番が整った時になんかこう腹に落ちてきて、そうなったらなんか結局自分の仲間だったりとか家族ももちろんそうだけど、そのファミリーで勝ち上がっていくことがしたいです、俺は。そのファミリー結束ってめちゃ強かったですね、正直なんかね、なんか同じような覚悟して同じようななんていうか希望を持ってて、同じような未来を描いてて、もちろん全部同じとは言わないし、みんなそれぞれ個性はあるっすけど、でもなんかそのしてる覚悟に共鳴できることだったりとかっていうのが多いんでね、やっぱりそういう仲間を応援したいし、でヒップホップのラッパーももちろんそうだと思うけど、レゲエの DJ もシンガーも本当に哲学者だし、ウォリアーだし、なんていうかエンターテイナーだし、そういうものが一個になってる場所なんでね、本当気合い入れてみんなやってるし、